サンダイズソアは日本の競争馬。主な勝ち倉は2018年の平安ステークス名古屋大賞店。8月6日に新潟競馬場の芝1600メートルの新馬戦に3番人気で出走。レースでは先手を取るとそのまま押し切って優勝し、新馬勝ちを飾った。その後は8月28日の新潟2歳ステークスに出走したが7着に終わり。 続く11月12日のデイリーハイ2歳ステークスでも9着、12月4日のシクラメン賞も6着という結果に終わった。初のダート戦となった11月17日のモミの起賞では6番人気に止まったが、2番手追走から直線で抜け出して、後続の追走を頭差でしのぎ、2勝目をマークした。なお、 このレースは後に何度も対戦する、同場種のサンライズの場との初対決ともなった。この年の初戦は再び芝でのレースとなる3月18日の若葉ステークスに出走したが、最低人気でのしんがり負けと振るわず、自走からは、ダートに転向。5月14日の清流ステークスは7番人気での出走となったが、3番手から上がりサンハロンにいたいの、末足で押し切って優勝した。 続いて、初の重賞挑戦となる6月18日のユニコーンステークスに出走。集団から競馬を進めて、直線で先頭に並びかけたが、外から追い込んできたサンライズノバとハル君の手走路に差を開けられ、3着となった。自走7月12日のジャパンダートダービーでは、サンライズノバが一番人気に押される中で4番人気となったが、レースでは、 後意追走から最ちを通って直線で抜け出し、地方は東ウィルインには首差で刺されたものの2着に検討した。9月17日のラジオ日本ショーではデビュー以来初の一番人気に押され、不良馬場の中で2番手を追走したが、最後の直線でお外から広報勢に差し切られ3着、同じく不良馬場となった10月22日のブラジルカップでも一番人気となったが3着に終わった。 11月11日の武蔵野ステークスでは JDD 以来の対決となったサンライズノバが支持を集める中で8番人気まで人気を落としたが直線では伸びを見せてインカンテーションの2着に入った続く12月9日のシワスステークスではサンライズノバを抑えて1番人気に押されたが中団待機から伸びずにダートでは初めて馬券圏内を外す10着に大敗した この年の初戦として2月24日のニガワステークスに新馬戦以来のコンビとなるミルコデムーロを安城に迎えて出走。一番人気に押されたものの後方から追い込んできた二番人気のナムラ嵐に差し切られて2着となった。続いて3月29日の名古屋大賞典に出走。JBC クラシック3着の蜜葉や金吾総中4章の モズアトラクションらを抑えて一番人気の指示を受けると、レースでは先頭に立って、スローペースに持ち込み、そのまま押し切って、重傷発制覇を飾った。自走は5月6日のブリリアントステークスに一番人気で、出走したが、後方待機から伸びずに14着に大敗した。この結果もあって5月19日の平安ステークスでは、 再び人気を落としたが、先手を取って逃げるとそのまま後続の追走を振り切って、重傷2勝目をマークした。その後は4ヶ月の休養を挟み、機乗停止中だったデムーロからクリストフルメールに乗り換わって9月29日のシリウスステークスで復帰。平安ステークスでも圧倒的一番人気に押されていた、クレートパール、JDD2 着のイ歳馬オメガパフュームに次ぐ3番人気での、 出走となった。メンバー中、トップハンデの 57.5kg を背負ったレースでは、後位から競馬を進めて4コーナーで先頭に抜け出したが、外から追い込んできたオメガパフュームと内から猛追したウェスタールンドにかわされ3着に終わった。自走は、京都競馬場での開催となった11月4日の JBC クラシックに出走。暗状ノルメールが、秋荷賞。 菊花賞、天皇賞、さらに JBC スプリントと4週連続で GI を勝利するなど好調なこともあり一番人気に押され、先手を取ってレースを引っ張ったものの最後の直線で外からケイティブレイブとオメガパフュームに差し切られ3着に敗れた。年内最終戦として12月2日のチャンピオンズカップにジョアン・モレーラ・アンジョーで出走。ここまで7戦6勝。 ジェイプに三勝の3歳馬、ルバンスレーブが圧倒的支持を集める中で、ケイティブレーブに次ぐ3番人気に押された。レースでは先段に位置を取り、直線では外からルバンスレーブに並びかけたが突き放され、さらに内から伸びてきたウェスタールンドにも刺されて3戦連続の3着となった。安定に新たに、田辺を迎えて2月17日のフェブラリーステークスから始動し、 先手を取った一番人気のインティを二番手から追走したが直線で後続に飲み込まれ六着に終わった。連覇を目指して出走した5月18日の平安ステークスでは中和ウィザードに次ぐ二番人気となり、レースではコースタートから先頭に立ったものの後続に競りかけられてハイペースでの逃げとなり直線半ばで後方集団に差し切られて五着となった。以下の内容は netkeiba.com の情報に基づくありがとうございます。